傷ついた者だけが世界を救える。いよいよ本日から劇場公開、そして全世界同時ネット配信の白魔女学園。さまざまな傷を抱えた少女たちを迎え入れ、世界を救うといわれる白魔女を育成する白魔女学園へ入学してきた新入生が、エチュードという名の試練を受けながら成長していくというストーリーなのですが、壊れていく。いいよ、無理に話さなくて。もっと痛みを与えなさい。いよいよ本日から劇場公開。この番組では公開超間近の白魔女学園の最新情報である9月10日に行われた白魔女学園カフェのオープン記念取材、そしてプレミア先行試写会の様子をどこよりも早くお届けしちゃいます。すごい拍手喝采です。どうもありがとうございます。さらに白魔女学園を見る前に絶対押さえておきたいポイントをご紹介。白魔女学園劇場公開&配信直前スペシャル。さまざまな見どころがある白魔女学園ですが、まずはそのストーリーについてご紹介しましょう。白魔女学園。この物語は心にある傷を負った少女白鳥モガが、心に傷を持つ少女たちを積極的に迎え入れるという白魔女学園に入学するところから始まります。すみません。そして学園に行く道中で偶然出会った綿貫ネム。ありがとう。さらに同じく新入生である小田牧恵美、塩見彩音、雪野みりん、柏木冬子、桃田夏代らと出会い、ある共通の目的からこの学園で生活していくことになるのですが、その目的が、傷ついた女の子たちを救いたいと思ってここへ来た。白魔女になればそれができると思って。そう、彼女たちは白魔女と呼ばれる強力な魔力を持った魔女になるためにこの学園に入学したのです。そうすれば私だって。そんな彼女たちを迎え入れたのがこの3人。私は菊田理沙、彼女が三雲杏子。よろしくお願いしますね。マスクの子が逃げら。菊田理沙、三雲杏子、菱持逃げら。学園を取り仕切る彼女たちは上級生としてモガたち新入生を白魔女へと導いていきます。エチュードの時間よ。そしてエチュードという名の過酷な試練を新入生に与えていく上級生。同じ目標を持って共に過ごしていくうちに打ち解けていく新入生。ハッピープルプルピープル。しかしエチュードを乗り越えた新入生たちに待っていたのは白魔女になるための過酷なコンクール。それによって彼女たちの運命は大きく変わっていくのですが、続きは番組の後半で。そんなストーリーを盛り上げるのは各界で注目を集める個性的な出演者たち。主演を務めるのは秋葉原初のアイドル電波組インク。メンバーそれぞれが得意なオタクジャンルを持つ異色のアイドルグループ。今年ロッキンジャパンやサマーソニックなど夏の大型フェスに参加し、9月16日には日比谷野音でのワンマンライブを成功させた今人気急上昇中のグループなんです。他にも生徒役を務めるのは今注目の若手女優ばかり。小宮有紗さんは2012年匿名戦隊ゴーバスターズのイエローバスター、宇佐美陽子役で1年間ヒーローを務めた特撮ヒーローの先輩。今作ではヒーローとは全く違う役柄で新たな魅力を発揮しています。
だんだんこう裏が見えてきたりする役どころなので、いいお姉さんに徹して二面性をちゃんと出せるように両極端で演じられたらいいなと思っています。宝ひかりさんは本作では恵まれた身体能力を生かして本格アクションに挑戦。白魔女学園の撮影終了後に渡米し、海外進出の準備を進める本格女優なんです。ニゲラという役は、格闘キャラですごい強いので、いろいろ繰り出していくので頑張っていきたいなと思ってます。山谷かすみさんはアマちゃん、いたずらなキスなど数々の映画やドラマで活躍する演技派女優。特撮作品は2012年の坂本監督が手掛けた仮面ライダー、仮面ライダーウィザード&フォーゼムービー対戦アルティメイタム以来2作品目。さらにナレーションは高尾由紀さんが担当。テレビアニメ君のいる街の神崎七海役で声優デビュー。本作でナレーションデビューをして劇場予告のナレーションを務めるとともに、ネット配信版の各話予告を担当。透明感のある独特の声で作品に深みを与えています。そして出演者だけではなく豪華制作陣にも注目です。監督は特撮ヒーロー映画の巨匠坂本浩一さん。ウルトラマン、仮面ライダーフォーゼ、そして現在放送中の獣電戦隊恐竜ジャーなど、日本が誇る三大特撮ヒーロー作品すべてを手掛けた超一流の監督なんです。脚本はアニメ界の超カリスマ吉田玲子さん。軽音、バクマン、そしてミリタリーブームを巻き起こしたガールズ&パンツァーなど話題作を次々と手掛ける今最も注目の脚本家です。このコラボはまさに奇跡的と言えます。そして先日9月10日に完成した本作のプレミア先行上映会を行い、キャストが再び揃いました。古川みりんさん、成瀬英美さん、白鳥もが役のもがみもがです。役柄は多分見ていただけたら分かるので、とにかく最初から最後までみんなが真剣に取り組んだ作品をどうぞお楽しみください。よろしくお願いします。綿貫さんは白鳥さんにべったりな役なんですけども、彼女のちょっと底力みたいなところを本編では見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。雪のみりんはですね、すごく真面目で結構ネクラな感じの役となっております。で、個人的な見どころなんですけれども、アンズ先輩に耳をハムッとされるシーンがありまして、すごく恥ずかしかったんですけど頑張って演じてみました。ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いします。この小田牧恵美というキャラクターはですね、前半と後半でかなりガラリと印象が変わるキャラクターでして、演じるのがとっても難しかったです。でもその分すごく面白くて、かなり気持ちも込めてやったので、皆さんに見てもらえるのがとっても嬉しいです。皆さん楽しんでください。ありがとうございます。この白魔女学園はセクシーシーンだったりアクションシーンがすごいたくさんあるんですけど、何分私アクションが初めてだったので、坂本監督にいろいろ優しく教えてもらいながら、スタッフの皆さんも優しく教えてもらいながら、とてもいいアクションができたと思います。皆さんに見てもらえるのがすごく楽しみです。よろしくお願いします。ごきげんよう。菊田梨沙役を務めました相沢梨沙です。菊田梨沙はちょっと意地悪な上級生の中の一人なんですけれども、そんな上級生と新入生たちの少女たちの心のちょっと移り変わりなんか、いろんなそういう少女の気持ちの部分をぜひ見てもらえたら嬉しいなと思います。楽しんでください。私が演じたかすみは謎が多いミステリアスな女の子です。ミステリアスな存在はミステリアスのままの方が一番面白いと私は思うので、白魔女学園をより一層楽しんでもらうためにも、私はこの場では口を閉ざさせていただきます。一つだけ言えるのは、本気で山谷かすみじゃないですね、白鳥かすみを演じさせていただきました。それが皆さんに伝わればいいなと思います。ありがとうございます。
私は出演していないんですけども、ナレーション担当としてこの見どころをお伝えさせていただきますと、まずですね、アクションシーンがすごいかっこよかったというのと、あとですね、従来のアイドルにはないアイドルを捨てたかのようなすごいかっこいい血流だったり表情だったり、もう迫力がすごい見どころなので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。私はナレーションをさせていただいて、予告の方で関西弁バージョンをやらせていただきましたので、最後関西弁で締めさせていただきたいと思います。白魔女学園めっちゃおもろいから、みんな最後まで見てな。ありがとうございました。さすがやっぱりみんなうまいね。なんかこう後ろで緊張したのが嘘のぐらい、こうなんかすごいみんなちょっとプレッシャーがすごいんですけど、本当に今回電波組のみんなと、それから他のキャスト含め、みんな可愛い女の子たちが本気で挑んだ作品になっておりますので、その辺の皆さんの頑張りを見ていただけたらなと思います。はい。そしてフォトセッションを行う前にあるサプライズが。ではカメラの準備をしたいと。なんですか。あ、ショッカーですね。応援に、そう、仮面ライダーの敵役で有名なショッカーが応援に来てくれたんです。しかも特撮界の先輩であるショッカーから出演者に映画の完成を祝う百合の花のプレゼントが。まあ、いいしか言わないので、それで伝わればなとは思うんです。最後にはショッカーを交えて記念撮影を行い、上映会は大好評のうちに終わりました。そしてここからはストーリーの超重要なポイントをご紹介。エチュードを乗り越えていく中で友情が芽生えた新入生たち。しかしそんな彼女たちにさらに過酷な試練が待っていました。ここにいる皆さんで殺し合っていただきます。どういうことですか？戦うって、ここにいるみんなで。そろそろ気づいてもよろしいんじゃなくて、あなたたちの力の源、それは心の傷。そう、上級生たちの最後の試練は殺し合いをさせることで、魔力の源である心の傷を一気に大きくさせ白魔女に導くというものだったのです。友の死はあなたたちにさらなる力を与えるでしょう。最後のエチュードの発表により、ストーリーは大きく展開していきます。そして、あ、それ幸せになれる呪文。突如新入生に襲いかかるエイミ。好きな仲間を殺す方が傷が大きく深くなるんだから、もっと魔力が上がる。大好きだから殺す、大好きだから殺す、大好きだから殺す。新入生のムードメーカーだったエイミの豹変。必死で逃げ惑うアヤネ。あなたが白魔女よ。上級生の誘惑で顔つきが変わるみりん。モガちゃんは甘いんだよ。すべてを捨ててここへ来たんだから、どんなことしても白魔女になりたいに決まってる。違う。次々起こる出来事でパニックになるネム。果たしてモガたち新入生の運命はどうなってしまうのか。そしてストーリーに彩りを添える楽曲もポイント。オープニングテーマはテレビアニメ君のいる街のテーマ曲センチメンタルラブで、先日デビューしたばかりの新世代視聴覚ユニットミミメメミミが手掛ける瞬間リアリティ。そして主題歌は主演を務める電波組が歌う WWD2。 この曲は電波組メンバーの他のメンバーへの思いが赤裸々に綴られた曲として注目を集める話題作。はい、ありがとうございました。クランクアップ後、出演者に撮影が終わっての感想を聞いてみました。初めてこんなたくさん連日演技というものをやったんですけれども、
私はそんな演技とかも上手な方ではないんですけれども、せっかくこういう役とか出演の機会をいただいたので、も全力で体当たりでやらせてもらったので、非常にものすごい経験値が上がったというか、充実した毎日だったなというのが印象的というかっていう印象ですね。すごい楽しかったです。なんか最初の方は演技とかも全然みんなやったことないレベルだったから不安ばっかりだったと思うし、ちゃんとしたなんかこんな分厚い、ね、台本をいただいて、みんなそれぞれセリフがあってキャラクターがあって役をいただいててっていう中で、なんかやれるのかなっていう不安があったし、最初は本当に怖くて嫌だなって思ってて、でもいざ現場に入って一日一日過ごしてったらすっごい楽しくなって、楽しかったから、やだ終わるのが嫌だ。最後に監督に感想を聞いてみると、正直やっぱり大変だったけど、やっぱすごい楽しかったですね。特に今回は電波組の子たちと初めて仕事をして、やっぱみんなすごい努力してで勉強してきてで一生懸命やって、僕も毎日一緒のテンションに合わせるのに頑張りながらローターに鞭打って頑張りましたけども、本当に楽しかったですね。そして公開配信に先駆けて9月11日から渋谷パルコパート1にて、この作品をモチーフにした白魔女学園カフェもオープン。こちらでは白魔女学園をイメージしたフード、ドリンクを提供するほか、試飲写真のパネルにしたものや実際に使用された衣装や小道具も展示。さらに作品に登場する制服のほか、白魔女学園グッズを販売しています。オープン前日にはキャストが来店してオープンを祝福しました。それでは最後に白魔女学園の見どころが詰まったダイジェスト映像をご覧ください。傷ついた者だけが世界を救える、痛みを知る者だけが世界を正しく導ける、あなたたちも私たちと一緒に世界を変えましょう。白魔女学園、そこは傷ついた少女たちが救いと力を求めて集う秘密の花園。魔力の源は心の傷。ここにいる皆さんに殺し合っていただきます。数々の見どころが詰まった9月21日公開の話題作白魔女学園、美しき少女たちが織りなす戦いの物語の結末を絶対にお見逃しなく。皆さんぜひご覧ください。